この動画は160万円のレム等身大フィギュアの申し込みを先日した結果発表の動画になります。160万円月々12回支払いの契約で、もうすでにクレジットカード、住所、名前の登録が済んでおりますので、当選だった場合、今月から来年の7月まで毎月12万円を支払っていくという手はずになっております。まずこの動画始めさせてもらう前に言わせてください。うちのチャンネルはプロレスリング柴田でもレベゼン地球でも遠藤チャンネルでも何でもありません。アニメチャンネルです。アニメをみんなが大好きなアニメチャンネルでやらせてもらってます。で、昨日レムに関するシャドーバースの動画上げました。どうしたんですか皆さん。変わりましたね。なんかみんな変わりましたね。昔はタペストリーパーって出したら、わーかわいいねレムのタペストリーみたいな、変わりましたね皆さん。昨日の動画だって背景にね、オーダーメイド2ヶ月半前に俺が楽しみに楽しみにオーダーメイドしたレムのねカーテンが届いてたんですよ昨日。でそれが初めて昨日動画に映ったんですよ。1000ぐらいコメントありましたよ昨日の動画。一つも反応せず、シャドーバースの話ばっかり。みんな何ですか、お金ですか、金銭感覚ちょっと狂ってないですか皆さん。本当にね、160万円のフィギュアを買うと宣言してこれ2ヶ月間続いてますけど、この問答がね、金銭感覚狂ってます。お金じゃないですよアニメグッズは、先言っときますけど、お金じゃないです、愛ですからね。俺がこんなちっちゃいフィギュアを明日紹介してもみんな同じぐらいの熱量で接してくださいね俺に。そういうもんですよ。で、みんな忘れてるかもしれないですけど、昨日気づいたんですけど、はーって160万円のフィギュア11月に届きますね。11月にもう一個同じく、あの等身大の上半身だけのレム25万円のやつが代引きで届きます。思い出しました昨日、2ヶ月前に買ったの思い出した。それレムにこの3ヶ月間でね、3ヶ月間で25万と160万、185万円かけたことになります。要するにね、当選した場合ですよ、当選した場合ですよ。だからそれは、皆さん覚えておいてください、昨日メールが届きました。ちなみにまだ僕も見てません。当たり前ですよ、怖くて見れない。正直レム大好きだよ、レム大好きだけど怖くて見れない。どんだけ怖いか、もう レムを見たくないのよ今俺。レム以外のキャラ、もうレム以外の推しキャラを全部、ガハマさんと元嫁のね、まあ元嫁のダカーポ2の天笠みなつちゃん、なんか全然お金かかんなかった。全然これ俺学生時代から大好きなんだけどね、もうシリカもトナキューも2期来ないから全然お金かかんないから、もうそのぐらいきつい状況です。今追い込まれてますかなり。でその追い込まれた状況でツイッターで昨日ね、見た方いると思うんですけど、僕弱音吐きましたツイッターで。見せますね昨日どんなツイートしたか。情けなかったと思いますよ。レムの当落メールが届いたけど怖くて見れんとね、怖くて見れんと、さすがにレム大好きだけど怖くて見れないとしたら、みんな優しいですよね本当。返信たくさんもらいました。当たります。12ゲームの新モデルを決断したタグエンさんなら当たってほしい。レムが待ってますよ、早く見てあげてください。いい当選祈願、見ないと始まらないです。頼むぞ当たってくれ、当たり。タグエンさんが当選してる未来が見えますね。めっちゃ気になる、当選しますように。当てていきましょう、嫁を信じろ。うえー、大嫌いです。丸ノリが過ぎますよこれ本当に。マジで死に戻りしない、死に戻りをするとこでしたよ私。これ追い込まれて、これが SNS いじめかと。そしてね、なんか気遣ってくれたリスナーさんがね、本当ありがとうございました。
こういう方ね、朗報ですと。ツイッターでネガキャンしたところ、まあエゴサーチしたところ、レム等身大が当選された方がすでに1名いましたと。5名ですからね、当選者。多分そんなに応募された方も少なかったみたいで、もう当選は確定ですよとね。ありがとうございます、教えていただいてね。私も見ましたよ、それはね。レム等身大ね、検索したらいましたね、これ一番トップにね、ヘルメスくんっていう人ね。これすごいよね、送料6万円かかって160万円4400円して、やべえ、やっぱ俺とレム運命感じるよと、等身大ピキ当たったーっつって。いや、ちょっとかっこいいわこいつ。彼生放送もしてたんですよ。彼昨日 YouTube ライブしてて、もう見せてたんですよね、当選メール。もう自分で見る瞬間をライブ中継してて、貯金3億円ぐらいあんのかなっていうぐらいの当たった時の喜び方。俺も覚悟はしてますよ、俺もこのぐらい行きますよ。もうめめしいやり取りはもう終わりです。もうこっから来年の7月まで、払い終えるまで僕は泣き言一切言いません。嫁がだって11月に来るんだもん。嫁の前でね、お金ないお金ないなんて情けないこと言えないですよ。じゃあお前勝手に仕事頑張って YouTube も頑張れって話でしょって、そうやらせてもらいますよ俺だってね。一応みんなに確認するけど、これってダメよね、同じやつやけど、7分の1スケールバージョンの同じ、全く同じなのよこれ。一応見てた、一応見てた、レム等身大で検索したら出てきて、これだとね、7分の1やから 7倍近づけばいいみたいなもんじゃん、正直ね。こういうの、ね、あるっていうこと、一応報告です。あとまあ見てたけど、こういうの、3分の1ってありますよ。これだと髪サラサラバージョンのハイブリッドアクティブフィギュアっていう、完成ドールっていう、これもなかなかいいです。これ肌質はすごい、こっちの方が俺はいいかなと思ったんだけど、91,960円。いやこれも高いで、ダメね、分かった、はい、分かりました。はい、というわけで、私が昨日から、怖くて怖くて開けなかった世界で最も一番怖いメールを開かせてもらいます。これももちろん当然言いますけど、当選したらもうそこレム祝賀会場作ってますんで、もうお酒あげて、もうみんなで万歳音頭取って、もう祝うと、もう本当に心から祝います。僕はもう心から喜びますという約束します。落選してる人もいたんですよ、ツイッターで一人だけいたんです。その人がね、いや悔しいと、くそーっつってたんですよ。いやかっこいいなと、こいつらと、本当に落ちた人もいるし、落ちたらもうもちろん僕も悔しがるし、全力で当たったらもう心から喜びたいなと思います。祝賀会会場に直行します。じゃあ見ますね。見ます。頼むぞレム、頼むレム、レム来てくれ、レムお願いします。でも俺ん家来てくれ、俺の嫁になろう、そして一から始めよう、いやゼロから。くそ
だよレムちょっと、なんでだよレムおい、くそー悔しいな。まあちょっとこれはショックで、ちょっとしばらくご飯もちょっと食べれないでしょうね。まあレムをね、5人以上の方々がね愛してくれてるっていうのも分かったし、それはもうすごく大きいし、僕もちょっとね抽選申し込みが、ギリギリだったから多分仕方なかったのかなっていう、愛の大きさでやっぱり準備してた人がちょっと勝っちゃったのかなっていうのはありますよね。まあ本当にショックですけど、まあ最後じゃないんでね、レムのあの等身大フィギュアも中国とかではもうお披露目されてるんですよ、最新版とかがね。最後じゃないし、ちゃんと俺も準備して、もう次は初日にね申し込むぐらいの気合で行こうかなと思ってます。まあ今回本当に残念ですけど、まあ当選した方は本当におめでとうございます。本当にあの自分を応援してくれた方も本当に申し訳ないでした。こういう結果で自分はね全力でやったんですけど、本当に当てたかったんですけど本当にすみませんでした。